そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかち。今日のテーマは知らないと損するズームの使い方です。僕はコロナショックが来る1年以上前からズームを使って100回以上のオンラインレッスンやコーチングセッションを開催してきました。その経験を通じて、ちょっと設定を変えたり、ちょっと機材を変えるだけで劇的にオンラインレッスンが向上することが分かったんです。今回はZoom の初心者の方向けに、今日からそして今からすぐに実践できる Zoom の小技テクニックを5つ紹介したいと思います。それでは早速いきましょう。ナンバーワン、フィルターで返信しよう。毎日を楽しくする方法を紹介します。どんな願い事でも叶えてあげるよ。読んだかな。なんだよ。こんな感じでいろんなフィルターを選べます。こんな感じですごいでしょ。もういろんなエフェクト機能や、フィルター加工があるので、その時の気分とかちょっと笑かしたいなと思う時に使えます。スナップカメラというアプリをダウンロードすれば今すぐあなたも返信できる。詳しくは概要欄に載せておきます。ナンバー2、ホワイトボードの活用です。ホワイトボードの機能があることはご存知だと思います。じゃん。このようなペンタブレットを使えば、さらにレベルアップします。それでは実際に使っていきましょう。じゃあ今日朝やったヒーローとは何かっていうのをね、マインドマップみたいなのもできますよね。ヒーローとは何ですかってこう聞いて、例えば優しいっていうのがヒーローだよねーとか、助けるっていうのがヒーローだよねーとかね。こうやって皆さんにチャットにメッセージを入れてもらったコメントをこうやって書いていくとかね。かっこいいとかね。はい。で、ね、こうやって上のタブ見たら、色ももちろんこうやって変えることができる。ヒーローとは何なのかーとかね。こう、絵を描いたりね。できます。はい。こんな感じでデジタルとアナログをうまく組み合わせることで、学習効果がぐんと上がるんで、こうやって、手書きでね、まさに今皆さんの声とか意見とかを取り上げてやってるようなこうライブ感を醸し出すときには非常に使えるのかなと思います。で、一番右下のとこを押していただいたら、こうページもね、ポンって変えれるんですよ。ページも変えれるんですよ。で、こう戻りたかったら、ここではこんなへのへのって書いて、戻りたかったら一つ前に戻って、サーンって戻って一番最初のとこにもできます。ホワイトボードはいろんな使い方があるんですけど、これ僕がよくやってるのは授業前ですよね。僕が部屋に入る前に画面共有でホワイトボードを共有しておくんです。で、授業とか講座とか講演会とかの、お知らせ、携帯オフしといてねとか、名前を変更してねとか、トイレお済ましくださいねとか、ちょっとしたこうアイスブレイクにこう使えます。こちらは XP のペンデコ01です。Amazon で最もレビューが多かったのでこれ買いました。5999円です。もう買ってすぐに使えるし、めちゃめちゃ簡単です。概要欄に載せておきます。ナンバー3、 BGM の活用。対面のレッスンとか講演会とかでは、ちょっとリラックスさせるという意味で、BGM を使うことが多いんですけども、Zoom やったらね、ちょっと問題があるんですよ。デフォルトの設定で BGM を使うと、なんかカクカクして心地よく聞こえないんですよ。そもそも Zoom っていうのはオンラインでの会議用に使われたので、より声をクリアに届けるっていうことはすごい長けてるんですけども、なんかこうちょっとエンタメの要素を入れたりとか、BGM をやるとか、そういうことはね、あんまり考えられてないんです。だから、設定を変えることが大事なんです。それでは、その設定の変更方法を解説します。まずは、画面左のこのマイクのマークの三角矢印を押してもらって、オーディオ設定を押します。そしてその設定画面がこう出てくるので、その下の詳細を押します。
詳細をして一番上の In Meeting オプションをマイクからオリジナルサウンドを有効にするに表示、これをチェック入れます。そしてその下の連続的な背景雑音の抑制、これを無効化。そしてその下の断続的な背景雑音の抑制、これも無効化します。エコーはそのままで大丈夫です。でそのまま設定画面を閉じます。でこれ閉じていただいたら、ここのオリジナルサウンドをオフにする、オリジナルサウンドをオンにするってあるんですけど、これをオンにするに変更してください。これで設定は完了です。すぐにできちゃうんで、実際に試してみてください。劇的に変わります。音に関してもう一点。YouTube の画面共有とか動画を共有することってありますよね。その時に、その動画の音をクリアに聞かせたい時、どうしたらいいのか。簡単です。やってみますね。この画面共有を押して、その一番左下にコンピューターの音声を共有ってあるんですよ。これを押すんです。これを押して、自分がシェアしたいものを選択します。このようにやってみますね。殺すんなら殺せよ。俺はこの街で生きるって決めたんや。この街の子供たちに未来を、そして希望を与えたんやって。はい、簡単ですね。でこの場合、コンピューターの音声を共有するにクリックを押してしまうと、自分のマイクの音声が聞こえにくくなります。だからマイクの音声も聞かせたいし、動画の声も聞かせたいときは、ここをクリックせずに普通にスピーカーから流してマイクで拾わせるのが良いかなと思います。ナンバー4、ネットのスピードを速くする。 Zoom はオンラインのシステムを使っているので、こちらのネット環境もしくは聞き手のネット環境によってその質は大きく変わってきます。それではどれぐらいのネットのスピードが必要なのか、Zoom の公式ホームページではこのように書いています。グループビデオ通話の場合は、上りも下りも 1.5Mbps 以上あれば安定して配信ができると記載されています。でも僕のなんとなく感覚では、特に上りですね、上りが大事で、アップロードするので上りが大事で、 5Mbps 以上があれば、まあ安定的にカクカクせずに、音と映像がずれずに配信できるのかなと思います。まずは自分のネットのスピードがどれくらいなのか測定してみましょう。こちらです。概要欄にも載せておきます。それではどうやったらインターネットのスピードが上がるのか。一番簡単なのは、ルーターのすぐ近くでやるということです。1メートル以内です。すぐそばでやるということ。そしてできれば無線 LAN ではなくて有線を使う。無線なんですと、その他の方の使用状況とか、Bluetooth とか他の電波で大きく影響されるんです。ですので、極力有線 LAN を使った方が安全なのかなと。僕も普段は無線 LAN を使ってるんですけど、まあ、講演会、まあ、30人以上の講演会とか、まあ、絶対、ブチって切れてはいけない配信ってあるじゃないですか。そういう時には、もう有線の LAN を使っています。有線 LAN を使うことで、もちろん LAN ケーブルにもよるんですけれども、1.5 倍近くは速くなります。僕が使っている LAN ケーブルも概要欄に載せておきます。ナンバー5。パワーポイントの裏技。その授業とか講演会やったら、パワーポイントをシェアすること、画面共有することも多いと思うんです。その時に、スライドショーボタンを押してしまったら、画面いっぱいにパワーポイントが広がってしまって、それ以外の作業ができない。そんなことはありませんか？まあ、今日は、そのスライドショーボタンを押しても全画面表示にしない、そんな裏技を紹介したいと思います。はい、設定は簡単です。上のタブのスライドショーを選択し、このスライドショーの設定ボタンを押します。そして、ここにいろんなボタンがあるんですけども、発表者として使用するフルスクリーン表示がデフォルトだと思います。これを出席者として閲覧するのウィンドウ表示にします。そうすると、見ている方には全画面で表示されてますけど、こちら側はこのように、ちっちゃいウィンドウで表示することができます。その大きさももちろん変えれます。本日は知らないと損する Zoom の5つのテクニックを紹介しました。少しでも役に立ったなって思われる方は高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。実はね、まだまだ紹介したい技とかテクニックいっぱいあるんです。ですので、こんなこと知りたい、あんなこと聞きたいっていうのがあれば、コメント載せていただけたらそれを参考にさせていただきます。このミスターおかちのチャンネルでは、
教育とか仕事や人生に役立つ情報、そして力が湧いてくる配信をやってます。よかったらチャンネル登録してもらえたらおかちめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということでまたお会いできることを楽しみにしてます。さよならー。